リビオ・ジャン・シャルル、リービオ、フィリペ・ジーン・チャールズ、1993年11月8日帯は、フランス領ギアナのカイエンヌ出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード。身長206センチメートル、体重104.4キログラム、ユーロリーグのオリンピアコス BC に所属している。2011から12シーズンは19試合に、出場。 2012から13シーズンは24試合に出場し、プレーオフにも進んだ。2013年6月に行われた NBA ドラフトでサンアントニオスパーズに全体の28位で指名され、2010年の NBA ドラフトで17位で指名されたケビン・セラフィンに続くフランス領ギアナ出身選手のドラフト指名となった。2016年6月、 サンアントニオスパーズと契約する計画があることが報じられ、7月22日、トレーニングキャンプに関する契約を結んだ。しかし、開幕ロースターに残ることができず、10月22日に解雇。解雇後の同月30日に、参加のオースティンスパーズに送られ、NBA を目指すことになった。しかし、NBA 昇格は叶わず、2017年3月29日に、 フルスのアスベルバスケットへの復帰が発表された。2009年は U-16 欧州選手権。2010年は U-18 欧州選手権に出場し、2011年も U-18 欧州選手権に出場した。2012年の U-20 欧州選手権では銀メダルを獲得し、2013年の U-20 欧州選手権では1試合平均17.2得点。 6.2リバウンドの活躍を見せた。ナイキフループサミットの世界選抜に選ばれ、両チームでトップとなる27得点、13リバウンドの活躍を、見せ世界選抜チームの勝利に貢献した。ありがとうございます。